チャールズ・エドワード・マコーレ・ジュニアは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の下、プロバスケットボール選手、指導者。身長203センチメートル、体重84キログラム。ポジションはセンター。1950年代の NBA を代表するビッグマンの一人であり、ボストンセルティックスの大黒柱として活躍した。1951年に、 初代オールスター MVP に輝き、1960年にバスケットボール伝道入りを果たしている。エドマコーレこと、チャールズ・エドワーズマコーレは、地元セントルイス大学高校卒業後、セントルイス大学に進学し、1945年からの4年間を同大学で過ごした。1年目から、得点アベレージを2桁に乗せる活躍を見せ、 1948年のネットトーナメントではチームを優勝に導き、最終学年には15.5得点、フィールドゴール成功率52.4%の成績を残して AP 通信選出の年間最優秀選手に選ばれた。大学卒業後、1949年の NBA ドラフトにエントリーした。当時のドラフトではチームが一巡目指名権を放棄する代わりに、 地元の選手を指名できるという地域ドラフトという制度があり、マコーレイはセントルイス・ボンバーズから指名を受けて NBA 入りを果たした。マコーレイは1年目から平均16.1得点を記録し、早くもボンバーズのエースとして頭角を表したが、ボンバーズがこのシーズンを最後に解散するという決めに、愛、マコーレはボストンセルティックスに移籍することになった。 セルティックスでの1年目となった1950から1951シーズン、マコーレイはさらに成績を伸ばし、20.4得点9.1リバウンドの高成績を残し、オール NBA ファーストチームに選出され、リーグを代表するセンターとしての地位を確立する。またこの年から始まったオールスターゲームにも選出され、20得点を記録して、 イーストチームを勝利に導いたマコーレイは、早ある初代オールスター MVP に選ばれた。マコーレイ入団の前は、ドアマットチームだったセルティックスも、マコーレイに、ボブクージー、そしてこのシーズンから再敗を握るレッドアワーバックに、引きられ、このシーズンは39勝30敗の好成績を、記録し、優勝戦線へと浮上した。マコーレイはその後も3年連続で、 オール NBA ファーストチームに選出され、また2年連続でフィールドゴール成功率でリーグトップになるなど、個人としては申し分ない成績を実績を残していくも、チームはプレーオフでは地区決勝止まりが続き、煮えきらないシーズンが続いた。1957年のドラフトにビル・ラッセルという大物センターがエントリーする。アワーバックはラッセル獲得に動き、 任意指名権を持ったセントルイスホークスが地元セントルイス出身のスター選手であるマコーレイを獲得したがっているのを見てラッセルを指名してもらう代わりにマコーレイとクリフ・ハーガンをホークスに放出するというトレードが成立する。マコーレイは6シーズン尽くしてきたチームを離れることになったがセントルイスに妻と子を残してきているのでマコーレイとしても望んだトレードだった。なお、 マコーレの背番号22はセルティックスの永久欠番となっている。ホークスにはボブ・ペティットという絶対的なエースがいたため、マコーレの成績には若干の交代が見られた。チームも34勝38敗とかんばしくない成績で終わったが、プレーオフではハーガニやスレーター・マーティンらが突如のグレードアップを見せ、あれよあれよと勝ち抜いてファイナルに進出。 何の因果かファイナルの相手はセルティックスだった。ホークスはセルティックスを第7戦まで追い詰めたが、惜しくも第7戦で敗れ、優勝は叶なわなかった。1957から1958シーズンの、ホークスは急成長を見せた、ハーガンやマーティンの活躍で41勝31敗の、好成績を記録。彼らの成長で、マコーレイのチーム内での役割も変化し、 ベテランの域に達し始めたマコーレイは、ペティット、ハーガンらのサポート役に回るようになった。プレイオフを順調に勝ち抜いたホークスはファイナルで再び、セルティックスと激突。シリーズは再び第7戦までもつれたが、ここでペティットが50得点を記録するという大活躍を見せ、ホークスはセルティックスを破って優勝を飾り、マコーレイはキャリア9年目にして、 初のチャンピオンリングを手に入れた。30歳を迎えたマコーレイは、翌1958から59シーズンからは、チームの要請で、ホークスのヘッドコーチをつくことになり、現役から引退することになった。NBA 通算成績は641試合の、出場で11234得点4325リバウンド、平均17.5得点7.5リバウンド、 フィールドボール成功率43.6%だった。コーチとしてのマコーレイはホークスを2シーズン指揮し、彼が指揮を取って2シーズン目には彼にとって3度目となる、ファイナルへと進出し、セルティックスと3度の対決が実現。今度も第7戦までも釣れる激戦となり、ホークスは8連覇時代へと突入したセルティックスの群門に振った。マコーレイはこのシーズン終了後、 コーチ職から退いた。コーチ通算成績は137試合89勝48敗だった。2011年11月9日、死去。83歳坊コーレ霊はセンターながら優れた脚力の持ち主で、華麗な動きからのレイアップや、フックシュートを得意とし、他の多くのビッグマンたちが彼のプレーに手を焼いた。長年セルティックスのエースセンターを務めたが、 ホーク水跡後はサンドセルティックスの前に立ちはだかり、セルティックスの伝説的な八連覇時代のライバルとして、当時のリーグを彩った。セントルイス出身であり、高校大学ともに、地元の学校に進学し、プロ生活も、その半分を、セントルイスのチームで過ごしたことから、その功績を称えられ死のウォークオブフェームに名を連ねている。ホールオブフェーマーイマージーエド。 マッコーリー大豆ワット83ヤフーニュース2011年11月10日閲覧。ありがとうございます。